李企画は、第三共和国第六共和国前半の韓国において活躍した政治家である。野党において、養殖を歴任し、一時はポスト参勤の有力候補と目されていた。1937年7月、京章北道を迎え飛軍において、漢学者の次男として生まれた。その後、富山商業高等学校を経て、高麗大学校商科大学に進んだ。 大学在学中は総学生会の会長を務め、1960年3月に行われた大統領選挙における大規模不正に橋を発した学生デモにおいて主導的役割を果たし、李商万政権を崩壊させた4月革命のきっかけを作った。この経験をきっかけとして、1967年6月に行われた第7代総選挙に、新民党から、 比例代表で立候補して当選し、政界入りした。なお、この時の新民党総裁は、大学時代の恩師である、ユチンゴであった。その後、富山直轄し、東ずライクから三大連続で当選した。この間、1976年の党大会で、大政府強硬派の金ム・ヨンサム総裁が敗北し、恩憲派の李鉄章や、新道官らによる、 集団指導体制が発足すると、ようである事務総長に39歳の最年少で就任し、独自の勢力を形成するようになった。1979年5月の総裁選挙では、第2回投票において、対立関係にあった金ヨンサムの支持を表明し、金ヨンサム総裁体制誕生に貢献した。北世紀大統領暗殺後、 全都間をリーダーとする新軍部が祝軍空出た後、公衆事件の弾圧を通じて、政権掌握した後に制定された政治風土刷新のための特別措置法による規制措置の対象となり、政界委員会を強制された。規制措置が解除され、1985年2月に行われた第12大総選挙を前に、 民主化推進協議会を母体として結成された新韓民主党に入党し、富山から出馬して帰り咲きを果たした。その後、新民党が1987年春に会見問題をめぐって、リビング総裁と両金が対立し、両金が新たに統一民主党を結成するとそれに参加した。しかし、近大中が大統領選挙に出馬するために、 分頭して平和民主党を結成したことで両金が分裂したことに不満を抱き民主党からの離党を宣言した。1990年、統一民主党がロタイグ大統領の与党である民主正義党と金正失総裁の新民主共和党とともに結成した民主自由党には参加せず、ロブゲンなど数人の議員で民主党を結成し、党総裁に就任した。 その翌年に、近代中率いる新民主連合党と合同して新たに民主党を結成し、近代中と共に共同代表に就任した。1992年の大統領選挙で敗北し、政界を引退した近代中の後を引き継ぐ形で民主党総裁に就任、1997年に新韓国党と合同して結成された半奈良党では、 副総裁に就任した。その後、2000年4月の総選挙を前に、半奈良党を離党し、元ソウル市長である、長罰市らと、民主国民党を結成して挑んだが、2議席に止まり、自身も富山市で落選する結果となった。2008年からは、大統領の諮問機関である民族、平和統一諮問会議の主席副議長を務めた。2016年2月20日、 ソウル市内の病院にて79歳で死去。ありがとうございます。